さ、AKB の歌えるかな。でもクリスマスソング、あんまそんなクリスマスソング知らないんだけどクリスマス系 AKB カラオケってどうやってやるんだっけ。あ、これかやば、慌てんぼのサンタクロースが今1位だ、すごクリスマス。かきくクリスマスかきくクリスマス、 あんまなくない。え、ってかクリスマスなくない。あれ、クリスマス AKB、 クリスマスクリスマスクリスマスイブ、クリスマスキャロルの頃には、予約したクリスマスとかないのかな。 あるやん。でも歌えなそう。どんな歌だっけやがて街に白い雪が降る、僕は空を見上げて待っているみたいな。君は約束を、ちょっと寂しくわかんない、イブの夜に会おうって言ったことを。ようやくしたクリスマス、僕たちのロマンス、鐘が鳴るそれまでに君来るのだろうか、初めてのサイレン。やばい、マジで寂しくわかんない寂しくわかんない。そして雪が道に降り積もり、過ぎる人が家路を急ぐ頃、君が地上僕にそっと音手を振って歌ったことないもん。神様のプレゼント、微笑みのメッセージ、美しい釣り出した愛は僕の腕の中に、幸せなホリーナイやっぱクリスマスソングじゃなくてもいい、なら歌える。マイク？あ、マイクあるよ。ちょっとマイク取って、ようやくしたクリスマス、僕たちのロマンス、世界中の恋人が見つめ合う夜、この場所で待ってるよ、いつ
ダメだやっぱダメだ。ちょっとマイク持ってくるから待ってて。すぐ持ってこれる。30秒ぐらい。お待たせお待たせ。綺麗にしたの、チーズとカニ。チーズとカニってブルベとイエベ違うんだねって話こないだしたっけ。チーズイエベっぽい。チーズイエベ、カニブルベ、ちょっと綺麗になったでしょ。汚い時知らないか、みんな。そう、トートバッグに入れてたら汚くなっちゃった。だからこの間一緒にお風呂に入ってキレイキレイしたそうでね、チーズ歌一緒に歌ってる時に、あ、カニか、チーズじゃなかった、じゃあなんでもない。え、マイクどっちだっけ、チーズだっけ。チーズだな。カニは頭がちっちゃい。よし、この曲はね、あるかな。あ、この曲はむずいけど低いから、音むずいけどいっぱい初期の時に聴いてたから歌える。え、待って、チーズに髪の毛巻き取られてなんか抜けたんだけど、一本最悪。マジか今日にめっちゃぴったり。世界で一番素敵なクリスマスイブを。何も話さなくてもなんかあれ愛を伝える、こんな意味ある夜に一緒にいられるだけで、粉雪はまだまだ止まずに二人に降り積もるけど、このままでいいよ、どんなものよりあなたは温かい毛布。どこかでささやく恋人たちの約束は、きっと今日から始まるのね。
メリークリスマス And I love you。 かわいいでしょマイク。一条寺ヒカルさん、トラック野郎さん、雪の結晶、ありがとう。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス And I love you。どこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス And I love you。 メリークリスマス And I love you。いい曲。サプライズレバーさん、マシューさん、トラックヤロさん、雪の結晶、アシュラさん、プレゼントボックスありがとうございます。今日は白サンタで紅白サンタのイバジュンさん、メリークリスマスありがとう。この曲はね、エイト初期めっちゃ歌ってた、とか公演で。とっておきのクリスマス、どんな歌だっけ。てーてーてー、真夏のクリスマスローズ。え、でもこれもサビしか歌えない。サビも歌えるか分かんない。あ、ないわ。ないんだ。公演曲。クリスマスがいっぱいとかはないのかな。クリスマスがいっぱいは歌える。メリーないわ。これはよく8で歌ってた。メリークリスマスサイレンナイ、あなたに会いたい。メリーメリークリスマスホーリーナイ、よく歌ってた。じゃあこの時期になったら歌いたくなる歌歌うね。てか穴くりはあんのに、マジそれ。カンカンルーイエーイ、カンカンルーイエーイ、エビバリカピョンハン。冬の街はモノクローム、空気は澄み、ま、飲んだんだっけ、レル。僕が着てるダーフルコートに君のこと包んでバスを待ってた。冷たい風が吹き抜けた時、B メロわかんない。もう一気に抱きしめてかばった12月のカンガルー、僕の中には君がいる。寒がりなカンガルー、君のすべてを守りたい。何も言わなくたって分かり合える二人の体温が言葉以上に愛を伝えるよ。いや、この曲もなんだかんだ歌ったことない。A メロと B、 A メロとサビしかわかんない。B メロはわかんない、むずい。カンガルー流浄に、待って、わかんなくなった。真っ白な息を吐いて、君と僕を羨ましそうにマフラーを直して
腕時計ビール、ようやくバスがやってきたけど、このままでいたいって思った。12月のカンガルー、たった一つのその世界、愛し合うカンガルー、どこへ行くのも一緒だよ。胸の弾む鼓動がドキドキして、密着してる分、ことよりも愛を温める。やっぱ分かんない曲は歌うもんじゃないごめん、ちょっとやっぱ武道館に戻そうせっかくクリスマスソング やろうとしたのに。見送りながらこんな冬もいいねてじゃれ合う。12月のカンガルー、僕の中には君がいる。寒がりなカンガルー、君のすべてを守りたい。何も言わなくたって分かり合える二人の体温が、言葉以上に愛を伝えるよ。ごめんねチーズ、ここからちゃんと歌うわ。ちなみに質問なんですけど、この間まあどこまで歌ったかって覚えてる？成功到底だっけ？多分成功到底だった気がする。から、元彼ですからでいいのかな。だからだからだからから歌います。この間さ、なんかのテレビ見てて、なんか元彼のなんちゃらみたいな話をしてたんですよ。その時にこの曲流れてて、へっと思って、そう、全然 AKB が出てる番組とかじゃない、何の番組だったか忘れたけど、ちょっと待って勘弁、今になってなんでぎこちなくなるんだ、まるでこれじゃ見れんタラタラだね、かっこ悪すぎじゃん、無視するわけにもいかなくて元気だったか。マジでそう、 AKB 関連してない番組。君の肩なれなれしく抱いてるのは誰だ、元カノっていつまで返却可能だから、なんだって話じゃなくて、そんなこともあるよなってことで、意外に忘れてないもんだね、わだかまり。だからこうだって言いたいけれど、何を今更語ったとこで、二人の家庭崩壊完了、昔話。どこのどいつだって関係ないじゃない、君が俺かいとそれなりに幸せだったら、どうぞそのままお構いなく、てみはてみはユーフィーな最高の元彼です。だからだからだから、別れてから誰とキスしようがあっそうって感じ、当然そんなやつなんかイケてるわけない、綺麗事言ってもしょうがないし、なんかムカつくね、いつから付き合い始めたんだ聞いてないよ、それなのにすがすがしく微笑みかけるなよ、今彼と元彼はどんな関係、そんな小さな器でどうする、だけど自分に嘘はつけないし、まあ、早く別れちまえて思った自己中さ、もしもなんかを考えたって、どうせ叶わぬ願いで終わる、今でも期待してるんだ、どうかしてる、誰にだって過ちはある、あの頃の俺は分かっていなかったよ、やっぱもう一度やり直さない、 Let's go back if we can、 元さよもいいんじゃない。めっちゃ忙しい、これ一人で歌うの。この曲はね、むずいね、足が上がんない。
殴り合って決めようか恋の着地点、俺から入れせばドン引きするよね。それを言ったって言わなくったって一度聞かされた君のアンサー。 You are my performer、 さりげなくすれ違って一人ごとだよ。だからなんだって話じゃなくて、そんなこともあるよなってことで、意外に忘れてないもんだね、わだかまり。だからこうだって言いたいけれど、何を今更語ったとこで、二人の家庭放課後完了、昔話。どこのドイツだって書けないじゃない、君が俺がいいとそれなりに幸せだったら。どうぞそのまま構いなく、テミハユーフィナー、最高の元カレです。だからだからだから、何々だからだからだから、え、何の番組だっけ、だからだから何だからだからだから、何の番組だっけな、忘れちゃった。でも普通になんか元カレがなんちゃらでみたいな話をテレビでしてた時に、普通になんかめっちゃ聞いたことある音源だなと思って、なんか後ろから流れるミュージックが、え？みたいな、待って、これは元カレですじゃないかってなって、なんで流れてるのと思ったら、その話してる方がその元カレがうんちゃらかんちゃらでって話してて、元カレ元カノ元どっちかが、そう、元カレがなんちゃらかんちゃらでって話してて、そうだからはぁってなった。でも何の番組だったか忘れた、ごめん、ペコリペコリ、みゆびさん、サイリウム、シグ SR さん、雪と雪だるまとスノードーム、鉄道のエイトさん、音符、雪結晶、雪の結晶、ドラッグ野郎さん、ともゆきさん、雪の結晶、哲也さん、ミラボール、ありがとうございます。その元カレテーマで歌う、その音が使われてた。え、でも普通に嬉しいと思って、そう、青春ダカーポある？ちょっと待って、青春ダカーポで調べても出てこなそう。なんか点があるとかないとかわかんないから、ちょっと AKB のあいうえおで調べよう。青春サシスセセンチメンタル、あるやん、青春ダカーポ。でもサビしか歌えないやばい、だって歌ったことないもん、この曲も。大切なものに僕も気づいてなかった、目の前の景色はずっと続くと思ってた、自分の力を過信していたのだろうか、当たり前の何かをある日失ってしまった、挫折してから安いプライドが傷ついて、一人きりじゃ何もできない無力さに呆れ返った。もう一度やろう、さあ始めから、頬の涙拭ったら微笑んでみようよ、人は誰だって完璧じゃないんだ、失敗なんか若さの特権だ。やばい、サビも結局歌えません。あれおかしい。どこか変だった、何か疑心出たのに、そんなわけがないと耳を、めっちゃいい曲なの、歌詞めっちゃいい。事実を知ることが怖かっただけなのだろう、あんなにまとまってた形が壊れてしまった、みんなに去られて
良くない噂が聞こえても、まさか誰か待ってくれてる、頑張れの声が嬉しい。もう一度できる、昔に帰ろう、間違ってた この道を引き返せばいいんだ。夢は消えたって、またすぐに見られるよ。人生なんか遠回りだらけ、何度でもだかっぽ。やばい、ちょっともっと AKB の曲勉強しなきゃ。歌ったことない曲もちゃんと歌えるように。でもナーミンがセンターってことだけ知ってる。もう一度やろう、チャンスはあるよ、諦めるにはまだ早すぎる、来た道戻ればいい。もう一度やろう、さあ始めから、頬の涙拭ったら微笑んでみようよ。人は誰だって完璧じゃないんだ、失敗なんか若さの特権だ。青春は何度でも初めからだかっぽ。むずいカラオケなら8点。8だから8だから OK。 でもこれをちゃんと「いや」って言ってやらないよりはやった方がマシ。鉄道の8さん、音符ありがとう。今すぐにやかそうやかそう、やりたいことならやるよ、やかそうやかそう、周りの目気にするな。これは歌えます。一夜ひかるさん、ハート、ひえびさん、音符ありがとう。まさやしさん、トラック野郎さん、雪の結晶ありがとうございます。これを歌える。大人たちに褒められてもそのまま鵜呑みにすな、なんか裏があるはず。問題なくただ無難に尻尾を振っていれば、ちゃんと頭撫でてもらえるけど、生きるってのは歯向かうことだ。傷つけられてのた打ち回り、ジタバタすれば生まれた意味わかるだろう。ごめんだね、やかそうやかそう、俺たちに敷かれたレール、やかそうやかそう、はみ出そうぜ、好きにやる、やかそうやかそう、自分のルールを作れ、やかそうやかそう、危なかしく生きたき怒られようぜ、バカになろうぜ。ステップアップ Get your own、 ステップアップ Get your own、 ステップアップ Get your own、 Crazy crazyGet your own, step up, get your own, step up, you can step up, crazy, crazy。 振り返った道の末にいくら探してみても、自分の足跡がなけりゃがかりだ。人生なんて失敗ばかり、後悔してる余白はないよ。予定調和で幕を閉じてもつまらない、これからは暴れよ暴れよ、おとなしくしていられない、暴れよ暴れよ、風を起こせ、もう一度暴れよ暴れよ、縛られたくない、何も暴れよ暴れよ、今日までのもの壊せ。チュルル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 
ルル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 。誰の言うことも全部耳を貸すことはない、だって関係ないじゃない。何をしようとしたって自分で責任取るよ、人のせいにはしない。さあ今だ、全力でやかそうやかそう、やりたいことがあるならやかそうやかそう、衝動を我慢するな、ごめんだね。やかそうやかそう、俺たちに敷かれたレール、やかそうやかそう、はみ出そうぜ、好きにやる。やかそうやかそう、自分のルールを作れ。やかそうやかそう、危なかしく生きるだけよ。バカになろう、Get your own step up, get your own step up, you can think crazy, crazy. Step up, get your own step up, get your own step up, you can think crazy, crazy. 喉やられた。喉やられました。この曲も一人でやるのは超絶大変なの。なんかチーズさ、頭の方がさ、あれない。なくなった。中のクッションみたいなやつ。この曲はね、折り面なんでね、歌えますよ。歌えなきゃ困るよ。いいんです、別に。クリスマス喉がすさがさでも。次がラストの曲。待って、こっちのこの曲ないよね。全力反抗期ないよね。2曲、あと2曲。いや、次でやラストにしよう。全力反抗期パートは次の回に回します。今日は歌いたい曲をいっぱい歌って、歌いたい曲っていうか歌いたいところまで歌って終わる。クリスマスだからさ、クリスマスイブだから。どこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる、胸の奥を吹き抜けるみたいに、例えば廊下を歩いてて、その角を曲がってく気配、すぐにサーチしてドキドキするんだ。放課後のこの校庭のどこに君がいるとしたって、外目を閉じればときめきで気づく。恋をすると人は誰でもかなり敏感になって、アンテナみたいにキャッチしてしまうのかな。離れてても見えなくても、君のことが気になって、引き寄せたいと願う気持ちが何かを変えるのだろう。どこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる、胸の奥を吹き抜けるみたいに、君は僕の風だ。例えば背中を向けてても、今君がそこを横切ったと、なぜかはっきりと見えてしまうんだ。真夜中自分の部
で窓の空を見上げるだけで君の家の方から空気が流れる。人を好きになるときっと誰もがちょっと不思議な力をいつの間にか手に入れてしまうらしい。だから急にファンになる。もしもある日僕がもう君からの風感じなくなったらどうすればいいのだろう。愛しさが消えたのか。僕の気持ち拒否された。静かすぎる感情の合間はまるで恋の涙。喉死ぬ、喉死んでるよ、誰か助けて。離れてても見なくても君のことが気になって引き寄せたいと願う気持ちが何かを変えるのだろう。どこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる。胸の奥を突き抜けるみたいに君は僕の風だ。今日は喉を潰しました2日間握手会をして、ここで今日こうやって歌うなんて本当ハルピョンバーカ。でも楽しかった。久々にこんなにいろんな曲を歌わせていただけてすごく楽しかったです。ありがとう。そして鉄道のエイトさん、トラックエローさん、音符エンドレッドさん、音符ありがとう。山内さん、雪の結晶、ともゆきさん、雪の結晶、イバジュンさん、ミラーボール、ありがとうございます。一条寺ひかるさん、サイリウム、トヨ TO さん、ゆきなりさん、トラックヤローさん、音符だったりハートだったりサイリウム、ありがとうございます。ありがとう。いっぱいハルピョンの歌いたい歌をというかギリギリまで歌わせていただけて嬉しいです。もう私はそろそろ喉が潰れそうなので今日はおしまいにしたいと思います。明日はクリスマスなので、なんか楽しい、別に、まあ、いつもと変わらない配信で、これからも明日もみんなと仲良くできたらなと思います。そしてクリスマスプレゼントボックスのあれがなんと無事達成しました。ありがとう、嬉しい、みんなありがとうございます。無事達成させていただきました。ありがとう。25万ポイント皆さん本当にありがとうございます。またねコーヒーチケットゲットしたので、あ、そうだ、これみんなこれをねみんなにご紹介したくて、今日なんと10月かな、10月11月に皆さんが一緒に頑張ってくださったやつのあれが届きました。まずこちらショールームさんのクリアファイル、そしてショールームさんの T シャツです。じゃん、なんかみんなが10周年アニバーサリーのあれでなんかギフト投げてくださったやつで届きました。そしてこれの時のやつもう一個、フルーツの贈り物、ちょっとごめん箱もう捨てちゃった、これ全然マイクじゃないのにこれ使いながら喋ってた、もう箱はちょっと捨てちゃったんですけど、はい、カタログギフト、なんかいっぱいいろんなフルーツが載ってるのがあるので、ちょっと何にしようかなと考えつつ、いつまでだっけな、6月までにちゃんと申し込みたいと思います。
そしてもう一つ、11月にみんなが一緒に頑張ってくれた、これ何なんだろう、何、全国お取り寄せスイーツカードのギフト券いただきました。ありがとう。なんかスイーツでいっぱいになるんですけど、今年、今回いっぱいスイーツだったりフルーツだったり食べたいと思います。ありがとう、ごちそうさまということで、これをこの間もらいました。ありがとうございます。いっぱい食べて元気になりますということで、皆さんまた今日もありがとうございました。明日はなんか何時に配信しようか、暇なんで、なんか昼とかも配信いやしないかも、寝てるかも気が向いたら配信します。夜は必ずするので、夜はぜひお待ちしてます。それではね、この間私お風呂入った日あったじゃん、湯船。そういつもシャワーなんですけど、この間湯船入ろうと思って湯船入った日あったんですけど、なんとその日冬至でした。すごっ。知らずに普通に湯船に入ったんですよ。したらなんかみんなが今日は冬至でしたってみんな言ってて、柚子入れてないけどお風呂湯船に入りました。気持ちよかったです。みんなのおかげで湯船にハルピョン冬至の日に入れた。だから今年来年も1年間元気に過ごせそうです。みんなのおかげありがとう。それでは最後にキャッチフレーズランキングを読んで、キャッチフレーズをして終わります。1位サプライズレバー、3位てつやアットハルピョン大大大好き握手会ありがとう、こちらこそありがとうございました。3位今日は白サンタで紅白イバジュンさん。4位鉄道のエイト、今日も幕張メッセから京成まで往復徒歩明日やす、なんか誰かがさハルピョンのさタグ付けしてさツイートしてくれたやつに今日はいないですみたいな書いてあったけど、どっちが本当今日は一人で歩きますみたいな、そう一緒に握手会来てくれた方かな、今日は一人で歩きますみたいなツイートしてたけど、おっとおっとー5位トラック野郎アットゴーリさんありがとうございます。6位一乗寺光アット七越焼きクリームチーズ最高さん。7位ネバーストッパーと有馬記念的中何に使おう、あ再販してます残りわずかです、再販してます、よろしくお願いします7位アシュラアットピョンズさん。8位間違えた、8位アシュラとピョンズさん。9位スミちゃんとほんますみませんでした、あなんかちょっと後で喋ろう。10位マックミックさん。11位明日もクリボッチの竹兄さん、あれ私今日はクリボッチじゃなかったです、明日はクリボッチでしたけどあれ12位くじの大悟さん。13位ともゆきさんありがとうございます。今日はねみんなが一緒にいてくれたからクリボッチじゃなかったんですけど、明日はクリボッチお揃いでよろしくお願いします。なんかあのセレモニーがあったんですよ今日、同期の卒業セレモニー3人、本当はねあのひーちゃんのもあったんだけど、ひーちゃんはその終わるのが遅くて、まずそう7部もある8部もある人で、かつ並んでる人が多すぎるみたいになって、もう何時に帰れるか分かんないってなっちゃったので、ちょっとそうひーちゃんのだけは夜ね
遅い。幕張もね、幕張で遠いからね。もうちょっと申し訳なかったんですけど、参加できなかったんだけど。そう、でもそのなんだっけ、ももちゃんとりんちゃんとおだえりの幕張メッセじゃないその3人のセレモニーに参加したらなんかちょうどよかったですそうちょうどそう、参加してから握手会7部を始めたらなんかちょうどよかったので、全然その3人にありがとうとお疲れ様を言いたいです関係者各位全然大丈夫でしたよという感じでございます。皆さんなんか何があるの、どうしたのとご心配ご迷惑をおかけしてすみませんでした。ブラジルには行かなくて、ブラジル行きの滑走路にならずに済みました。ありがとうございます。ということでそれではまたピョンタとは来年お会いしましょう。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで13,359盛り上がりの皆様にきっと期待がお届けしちゃー。富山県出身ハルピョンこと橋本春田でした。それではおやすみなさい。またね、バイバイ。おやすみ。ありがとう、握手会もありがとうございました。